やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。みなさんこんにちは。こんにちは。社会医療法人博愛会のサテライト型小規模多機能型居宅介護アンサンブル川北です。アンサンブル川北では18名の登録利用者の方が交代で、毎日10名程度デイサービスという形で通い、お食事や入浴だけではなく一緒に体操やレクレーションなどして過ごしています。泊まりのサービスを利用される方もいらっしゃいます。最近アンサンブル川北では、9月敬老の日がありましたので、敬老会の行事をしたり、スポーツの日ということで運動会をして盛り上がりましたね。そうですね。はい、優勝された方もいらっしゃいます。はい、この頃は大変に楽しみでした。はい、では今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。お達者クラブフレンズリレー、今週はてるこさんとラジオネームニット坊さんにお話をお聞きします。私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。ではお達者クラブフレンズリレーの時間です。今日はアンサンブル川北を利用されているお二人に登場していただきます。てるこさんとラジオネームニット坊さんです。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくご指導のほどお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、ではてるこさん、はい、てるこさんの出身地を教えてください。音更町、はい、東朝日十勝川温泉の隣です。十勝川温泉の隣、はい、はい、天宮館なんか我が家みたいです。ね、天宮館昔ありましたね。てるこさんお年を聞いてもいいですか？昭和何年？私の年ですか、はい、もう今になって年考えても忘れちゃった、うん、そうですね、若いままでいきましょう。若い子供の頃ですね。気持ちは若くですね。ね、とても若く。ランドセルしょってね、うんうん、学校へ通ったことを夢のように思います。うん、とっても懐かしいですよ。はい、ね、はい、ありがとうございます。ではニット坊さん、出身地教えてください。根室市です。根室市。はい。根室市は何歳ぐらいまでいらしたんですか？小学校6年生まで。6年生まで。空襲で家が焼けて別海村に引っ越しました。いろいろご苦労されたんですね。はい、貧乏と苦労だけは、まあ、人には負けてません。お年を伺ってもいいですか？はい、86歳です。86歳ですね。はい。あら、あらもっと若く見えますね。私より若いわ。私より若いって。あら、てるこさんの方が年上だって。年齢違うよ、私。早く生まれれば早い、年上だ。そう
ですね。いいですね。お二人とも足腰ね、うん、丈夫でね。はい。はい、でもね、お若いもんね。てるこさん、この前の、運動会では、見事優勝されて。そんなこともあったかな。ねえ、いつも行事では張り切ってくれるので。そうなんですよね。そうですか。ねまず喜んでいただければね。こちらも感謝でいっぱいです。ありがとうございます。どうも。てるこさんはアンサンブルに来た時もとっても働き者で、タオルを畳んでいただいたり、今日はないのかいって声かけていただいたり。それは当たり前のことじゃないですか。何も特別私だけがやってるわけでなくね、いやいや、教えていただいてもやってるだけのことです。もう若い頃から働き者なんですね。働く者より、働かなければならないだけ、兄貴もいなきゃ、親もいなきゃ、何も畑と水田持ってったって、あんた草だらけで、それこそ作物が実らないでしょ、ゴミだらけで、その中ね、草の虫ったり、田んぼの水見て歩いたりね、歩けないとこ歩いたりしてね。そういう子供時代でございました。私の子供の頃はね。そしてここへ来てからですね、ちょっと贅沢な暮らししてるの。もうね、ここへ来たらね、昼寝はするべし、朝寝はするべし、朝起きてまた眠たいですって、また布団の中へ潜るしね、今朝なんて布団の中へ潜り込んじゃって起きてるもんでないわね。ちょっと今ね、寒くなってきましたからね。私たちもやっぱり布団から出るのちょっと寒いなってなりますよ、私なんてもう眠たいから寝せといてなんて、今朝なんてあんた何時頃起きたんだか、8時か9時頃まで寝てたんじゃないですか。それは若い頃いっぱい働いたからね。そうなんですよ。いいんですよ、ね、それは思い出すね。思い出すね。今は幸せだな。そうですか。ね、優しい方々にみんな囲まれてさ、てるこさん、てるこさんって何か様であるまいしね。ほんとご飯持ってくれる人やら、お水持ってきてくれる人やら、パンでね、あんこ炊いて、寝たくって、そうだそうだ、あんこ塗って食べましたね。あんこを作ってくれてね、てるこさん、おやつの時間だよって起こしてくれるのね。はいはいはいなんていい気になってて起きてね、そこでむしゃ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 食べてね、ああまた眠たくなったから寝させてってまた布団かぶって寝たこともあるでね。皆さんがね、本当優しいんですよ。きっとあれですね、いっぱい歩くことといっぱい食べること元気の秘訣ですね。そうですか。その代わりもう学校なんてね、私が学生だから、小学生だからね、子供でしょ、あれっきりね、それやったら草刈ったり、馬の草でもやったり刈ったりって、あんたらやらないと分かんないけどね、そのうち兄貴は兵隊に行っておらんもんの、兄貴は死んじゃう、姉は嫁に行っちゃう、頼りにされたんですね。てるこさんがね、頼りにするったって、頼りにする親は死んじゃったしね、兄貴は兵隊に行って帰ってこないし、いろいろでしたね。それこそ、言うに言われん苦労させてもらった。ね、確かミッドボーさんもね、お兄さん戦争に行かれたって言ってましたもんね。違ったっけか。いや、学校の先生だ。あら、そうだったっけ。そうか、あれだ、空襲でお家焼けちゃったんですよね。そうそうそう、根室でね。それは昭和十何年、いや、19年だか20年ですね。もう終戦間近です。空襲にあったんですって、根室で。命からがら逃げました。防空壕ってあってね、中へ潜り込んでね。防空壕に潜り込んだ？防空壕も入りましたし、
農家だからね、防空壕あるからね、うん、あったんですね、うんうん、空襲のラッパが鳴ってね、うん、そこへ潜り込んでね、うんうんね、なかなか私たちには計り知れないね、うん、そうだ ね経験です、うん、親がいて兄弟がいてね、スキーに暮らしてる人と私のと全然運転の差が、うん、あれだ、日常のことがありがたいなって思いました、うん、ね、話の相手になろう、貴重な貴重な話をありがとうございます。ありがとうございます。貴重な話ですよ。貴重な話ですね。どこで行っても喋ったことないけどね、うん、なんかぺちゃぺちゃぺちゃ喋りすぎたから、マイクのせいかなマイクがあるから喋りすぎたんだね。いやね、貴重な話をね、うん、本当ありがとうございました。いえいえ、そんなありがたいと礼言われるほどじゃないけどこのマイクお礼言わけはい、ありがとうございました。私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。では今週のお達者リクエストです。今日は、てるこさんが元気の出る曲、美空ひばりのお祭りマンボ、お祭りマンボをご披露いたします。美空ひばり、何か思い出ありますか？子供の頃のことが思い出されます。小さい頃に聞いてた。そうですね、まだ学校上がる前ですから、うんうん、よちよちでしたね。とっても楽しい人生でしたよ。あのひばりさんは特別な方だからね、真似はできませんけど、なんせ上手な方でしたね。そうですね、世界的に広がってね、うんうんうん、歌もたくさん聴かせていただいたし、うんうん、ありがたかったです。はい、ありがとうございます、うん、じゃあかけてもらいましょうね、曲ね、うん、はい、ではお聴きください。てるこさんの好きな曲、美空ひばりでお祭りマンボ。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか？例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけると、お待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891、 331-891、 フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。